パーチャマでございます。ツートップダイヤモンド型に苦しめられた俺たち、いろんな監督の使い方が分かってきて、ようやくツートップダイヤモンド型以外の監督も増えてきたなと思ったら、急展開、悪魔のようなクロップ 3CF が流行りそうな気配、助けてチャマ、助けてチャマー、ということで立ち上がったチャマでございます。ということで、3CF の対象を考えてきました。それを実行した作戦がこちら、1,2,3ということで、この方レート800ぐらいの870とかかな、3CF 使いの方でございます。で、やっぱりね、みんな持ってるであろう方面で、あの4141がね結構良かったんですけど、4141を持ってる人があんまりいないかなと思ったんで、このダイヤモンド型で、あ、戦ってますということで、ダイヤモンド型で戦ってる、このね、あのよくあるやつで、フェルナンド・サントスとかシメオネとかね、いわゆる4312に強い人と言われる人で使えばいいです。で、一つやり方としては、ハードマークで、3CF いるところ、両サイド、メッシ、ムバペにハードマーク、そして、クリスティアーノ・ロナウド、相手の真ん中の選手には、バリオスでマンマークで、サイドバックの、2人はムバッペとメッシ、それぞれ近いあのフォワードにマンマークということで、これでガチガチに守ることが分かりました。アニョンハセヨ。で、後半はね、これをちょっと変えて、センターフォワード、相手チームのメッシとムバッペ、低い位置にいる両サイドのセンターフォワードに関してはマンマークだけで、真ん中の、ロナウドか、ロナウドにはハードマークという感じで対応してみてます。で、これでなんで勝てるかっていうと、あのやっぱ 3CF の人って、まあ、クロップなんで特にそうなんですけど、中盤の上がりが遅いんですよ。なので CF3CF の誰かにバーンって当てた後に、ここでなんとかしなきゃいけない。で、中盤上がってきてここに当てて、このやり方、こういう、た、なんていうの、深さを使った攻め方はできないので、もうここでがっちり守っちゃおうというのが作戦です。で、ここが上がってくる前にボンバー、そういう感じで戦っていきたいと思います。見てみましょう。このね、あの泥みたいな、泥パックみたいな色がシャマ君ですね。で、相手がバルセロナやっていきますね。結構守備もね、硬いんですよ。で、何より、で、4141の何がいいかなって思ったのは、攻撃する際に相手がね、中央結構硬い監督なんで、だから中央監督硬い監督なんで、サイドハーフでボール持ったらええんちゃうかと思ったんですけど、結局ワントップがきついと、あとはあの攻撃、終盤になってくると、試合終盤になってくると4141中盤5枚の上がりがね遅くなってくるんで、カウンター時にワントップが孤立して何もできないという状況が結構できちゃうっていうのが、ボンバーでした。この辺の攻撃はやっぱ2トップ、ダイヤモンド型、2トップにトップした、この3枚でね、なんとかできるんで、この早いでしょ、ギュンみたいな、ギュン、ギュン来るよみたいな、ギュン早い、ギュン早い、ギュン早いよっつって、相手的にはもうパスをね、もう何、空いてるかどうかは考えずに出すしかないっていうぐらい、もう勢いを増してます。ただ攻撃はここやっぱちょっと焦っちゃダメよみたいな。で、この時この辺でボール回してる時はあのプレス行かなくていいです、あの中盤をいかに戻すか、それだけを考えていく、それでいいといいでしょう。で、あのシューキャンとか今みたいな対応でシューキャンとかをされると、マンマーク、ハードマークでちょっとずらされちゃうことがあるんで、その辺はそれをしてくる人に対してはちょっとボンバーしていった方がええんちゃうかみたいな、ね、かなりね、シュート打たしてるけど厳しいシュートしか打たしてないと、これをね、しっかり守れればボンバーみたいな、こうゆっくりね、さっきのやっぱ急ぎすぎちゃあかんでーっていうのをね意識して、中盤使おうとしましたがそんなに使えず、ここはもうマンマーク、ダグリオ、ヒコがグッ、いいんじゃないですかこれ。3CF っぽい戦い方させてないというか、もう無理やり自己狙いみたいな攻め方しか相手はちょっとできてないんで、かなりこれほらプレッシャー与えてんじゃないのみたいな、今ちょっとやばかったよね、今のちょっとやばかった、今みたいなところは勝手にね突っ込んでいって中途半端に足出して抜かれちゃうってことがあるんでちょっと注意ですけど、まあ、正直そんなに高いレートじゃない人だったらああいうことはできないんで気にしなくてもいいかな、グーンって、ここずらされてる、リトリートなんで、この監督、あ、フォアチェックか、ここやっぱ下がっちゃうんで、下がってるところあそこ空いちゃう、ここ注意ですね、ここは注意しなきゃいけないと、対策を考えなきゃいけないですね。で、1人は突っ込むとか、まあ、ロナウドがだからここマンマークじゃ、あのハードマークつけてなかったんで、
今のを対策しようと思ったらロナウドにハードマーク、もしくはミドルシュートがあるやつにハードマークっていう感じでいいと思います。そしたらあの勝手についていくんで、マンマークだとあそこちょっとずれちゃう。ヘイヘイヘイつって、ヘイヘイヘイ。ここね、ツートップはまあ、あのカウンター結構ね、みんな慣れ親しんだ形でやれてると思うん で、守備に関しては攻撃に関してはツートップダイヤモンドで十分やれます、クロップ。うん、で中盤が、中央が硬いんだけど、なんだろうな、あの結構あのハイプレス気味に来るんで、ゲーゲンプレスみたいなのがね、ナチュラルに入ってるというか、だからショートパスとかダイレクトパスを多用して、ワンツーは使いすぎない。もう大事なところはワンツー使っていいんだけど、どこでもかしこでもワンツー使うと、パスを受けて戻せばいいものを、戻さないみたいなことがあるんで、これちょっと今ヒールリフトでね、シュート決めようと思ったんですけど、ダメでした。戻したい時に戻せないっていうのがあるんで、パス出したやつがそのまま残っててほしい。ワンツーしちゃうと走っちゃうから、逆に残せ、それで走って出せるんだったらいいけど、走って出せない時はボンバーした方がいいと。かなりしっかり守れてるんじゃないでしょうかね。これほぼ僕何もやってないですよ。単純に後ろに人数をの残すというか戻すみたいな戦い方で、これが3バックの 3CF、 僕が使ってるジョーフク監督とかに対してはあまり有効じゃないです。なぜならサイドハーフがいるから、サイドハーフに逃げられるんで、前に当ててから、あ、やべえ、やることないと思ったらサイドハーフもしくは後ろの人に残せるんですけど、クロップはやっぱ中盤の上がりがね、ちょっと異様に遅いんで、そこをね、やっぱ使って、これを逆にクロップ使ってる人で、ここではめられたくないっていう人は、中盤を使いながら人数を上げながらビルドアップしていく、縦にポンと当てずに中盤を使いながらビルドアップしていく。そうなったら 3CF じゃなくてええやんという結論に至りそうですね。うん、ちょっと喉が喋りすぎて、うん、でもここがマークが甘い、マンマークだとマークが甘い、うん、なのであのハードマーク、もしくはマンマーク、ロナウドにマンマークをつけてるやつを一切操作しないと。操作しちゃうと変な方向行って、裏ケアした後に、あ、ロナウドが空いてるとかになっちゃうんで、あのもうお前はロナウドにピタッとついててくれと、他のやつで裏ケアするよみたいなとこにするのが、まあ、正解ですけど、めんどくさいんでハードマークつけた方がいいと思います。でこれがね、後半の 何分ぐらいかな、後半頭かな、ハードマークをね、真ん中ロナウドにしてます。そこからね、ちょっと相手がもう全く攻めれなくなるんで、もしかしたら真ん中マンマーク、まあ、相手の攻め方次第だよね。結局ね、クロップ あのバリエーションの取り方って 3CF をどう使うかなんですよ。真ん中センターフォワードで両サイドがシャドウとか、それとも 3CF を並べるのか、であとは真ん中の人を ST にして2トップ気味にするのかとか、もしくは2トップ並べて右に ST とか左に ST、 メッシネイマール使うとかね、そういうのでも攻め方 あの組み合わせ、パスのコースの組み合わせが違うんで、それに合わせてハードマークを使っていく、誰につけようかな。だから前半は好きにやらせてもいいと、うん、マンマークだけつけて、で、あ、この人やたらこっちに当てるぞと思ったらそこにハードマーク、まずここに当てるって、あの中盤の上がりが遅いんで、なんかね、とにかくやっぱ縦パスを急がなきゃいけないっていうのがクロップのいいとこでもあり悪いとこでもいい、それでうまくいけばいいとこになるんだけど、あのこういう風にもうバッチリ潰されたらダメなとこになっちゃうんで、だからそこをねしっかりケアしていけばボンバーボンバーやでということで、でハードマークのあれが出るはずなんです。これ試合開始時に見てみましょう。うん、プレイエリア制限がロナウド、ムバッペ、止まっちゃったね、止まっちゃってもこれ出るのかな、ハードマークが、あ、出るね。でハードマーク、ムバッペ、メッシ、メッシだっけ、メッシだから両サイドにまだついてますね。でグエンドゥジをマンマークにつけてます。それちょっと前半してなかった。でこれでどうなるかですよね。アンカー持ちプラスバリオスだから、バリオスがグエンドゥジじゃない、バリオスだ、バリオスをそうアンカー持ちでさらにみたいな、この辺は結構楽にやっぱり、点取れちゃうんですね。このやっぱいいところに入ると崩れちゃうというところありますね。本当攻撃はね、やっぱそんなに守備自体はそんなに硬くはないと思います。あの結構安定感はあるけど、そこまでめちゃ強ってことはないです。フォワード 3CF がめちゃ強なんで、そこをボンバーしていく。うーん、リダルーつってこんな感じで、しっかり
かり相手の動きを見て、パスをつないでいく、ドリブル一歩仕掛けて横パスとかね、今みたいなビダルやっていければかなりですね。でここもねバリオスがやっぱりついていく、ここはやっぱ後半の修正力大事になります。だからあのやられながらも耐えて耐えて、相手がどこに中盤からどこにパスを出す、誰を経由して3トップに当てるっていうか、3トップの前の方にボールを持っていくかっていうのをちゃんと見てると、あこの人ロナウドに渡して2トップ当てて、そのマイナスのパスでロナウドフリーを作ってるとかね、じゃあどこで止めようかな、ロナウドにハードマーク、マンマークか、マンマークつけとけばええやんっていうのが分かってくるという感じですね。ここはやっぱりカウンターもね、攻撃はもう本当いけると思う。今のまあね、ネイマールの体勢さえ良ければ、四角ボタンを押すタイミングがね遅かった、悪かったからあれだったんですけど、多分トラップもできたし、まあ1点入ったかなみたいな感じで、結構クロップの守備はサイドを使いながらやるといけると、うん、もしかしたらこの形じゃなくて4-1-2-3、サイドハーフがいる形だ、中央ダイヤモンドだけどセントラルじゃなくてサイドハーフがいる形がもしかしたら、激強かもしれない。ブロなんでかというと、まあ、守備の時はねあのマンマークでキュッて寄ってくれるし、攻撃の時はサイドに張るから、で中央がクロップの中央はワンボランチのツーセントラルだから中にキュッて固まってるでしょ、サイド行かれるとセントラルがちょっとこう行かなきゃ、でその間に上がってきたボランチに中央を崩されるような、そういう感じですね。うん、素晴らしいと。さあこれをどうしていくと、いいですね、いいね、ここね、やっぱね、もうがっちり守ってるね、考察出させへんでみたいな、出させたところでグインやでみたいな、だからもう結構、なんていうんだろう、自己的なね、ボールの通り方しかしてないよと。クロップもまあ強いけど、クロップ、やっぱクロップが流行りすぎちゃうとね、で負けちゃうんで、ビダルっつって、いいねっつって、ボンバーっつって、ここはね、ちょっと嫌、ここちょっと嫌、ここちょっと嫌だけど、ほら、もうしっかりマークしてる。でここだけ気をつけて、ロナウドがね裏抜けるとき結構ねいいポジションに行くんで、あのディフェンスがね足を出しにくくなります。こういうときだけちゃんとロナウド裏ケアした方がいいですね。ちょっと唯一招いた、これマジでやばいっていうピンチだったかもしれない、これ今のはね。ただまあとにかくこう中盤でグイッと持っていかれるみたいなカウンターのタイミングがで、ね、作らしちゃったけど、あれは多分あのバリオスをロナウドにつけてたから、本当だったらあそこバリオスがちょっと前に出てあのボールをね取りに行くっていうか、ボール持ってる人にプレッシャーを与えてくれるんだけど、そこまでちょっとできなかった。それがやっぱ、ロナウドにマンマークをつけるというので、もうみんな下がっちゃうから 3CF に合わせて、だからその辺がちょっときついなという感じがある。だからあそこはもう逆にボール持ってるやつは放置でいいかもね。あの辺でボール持ったところで俺追いかけてたけど、ビダルであの辺でボール持たれても別に、まあ怖いのはフラスルかロングシュートぐらいで、ロングシュートはもうほとんど入んないから、フラスルか縦パス当てられるっていうのを気をつけときゃいいから、まあ今みたいなロナウド行ったなって思った瞬間にカーソル変えて裏ケアしてもいいかもしれませんね。でこれでハードマークを中央のロナウドだけに変えてますね。それがどうなのかと、変えてないですね、やってないです、僕すみません、やったつもりだったんですけどやってなかったですよね。リオネルメッシだけにハードマーク、そうだね、マンマークをつけてるだけですね。だもしかしたら中央ハードマークでがっちりいけるかも。中央ハードマークで 3CF にマンマーク、それぞれ、サイドバックを両サイドのハーフ、両サイドのフォワードで、真ん中にグエンドゥジ、ボランチの選手、グエンドゥジじゃない、バリオス、ボランチの選手ね、中盤のボランチの選手をつけるっていうのでもいいと。間違えてもセンターバックをつけると、センターバックがマンマークでひっついていっちゃうと真ん中が空いちゃうんで、そこを使われる可能性があるんで、それだけお気をつけください。でハードバックもそう、ハードバックでガチっていった後にセンターバックが行っちゃったらギャップができちゃうでしょ、そこだけお気をつけください。ただあの 3CF だともうそもそも 3CF の距離感が近いんで、そこまでね開かないと思う、人がいっぱい密集するから、だその辺は大丈夫かなっていう気もするけど、広く使われた時にセンターバックがハードバックで行くとギャップができちゃうんで、そこだけ気をつけてください。さあどうですか、かなり、まあ、1点は取られたけど
割と後半は完封な感じじゃないですか。完封することによってシャムの攻撃がぐんぐんいくと。ネイマル、モラタ、イグアイン、このくっさいイグアインもいるよと。こういうのはダメ、イグアイン、スピードでぶち抜くってことはしない。だからあそこのワンツーでイグアインにとりあえずかけさせてワンツーするしかないみたいな状態を作るっていうのはちょっと厳しいかもしれませんね。だからスパサブ対決で言えば今んとこモラタの方がやっぱりいい働きがしてますな。ハードマークなしにして、ここ今ハードマークなしにしましたね。マンマークだけ、マンマークだけをつけるという感じでやっております。これでどうなる、これでボンバーが、さあどうだ、さあどうだ。バリオスがね、ここねロナウドにちゃんとついていきますですね。やっぱしっかり守れて、もうほぼ初手で相手の攻撃を潰しているという感じですね。素晴らしいと。ダグリアフィコ、イグエインからヘディングで落として、これは今のがねあったら気持ちいいんだけど、なかなか合いません。さあモドリッチ、ああイグエイン、なるほどね、とバリオス。ここ、ね、今ちょっとね、奥の黒い人誰だろう、あの人使われたらちょっと面倒くさかったけど、 3CF の人はね 3CF でなんとかしようという意識がかなり強いんで、上がってきた中盤使われるとまたややこしいんですけど、こんな感じで完封するということで、クロップ今日で卒業式してください、お疲れ様でしたということで、クロップ相手には3枚並んでる、その3枚の誰を経由してどういう形でビルドアップするかを見て、先一発目に当てるところにハードバック、それ以外の3人にはサイドバックでマンマーク、ボランチでマンマーク、ダイヤモンド型で試してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー、僕らの思いを乗せてたくさんミスをしたっていいんだよ、ほら心